テーラー・ジョナサン・イエーツ・ジョージア州、マリエッタ出身の元アメリカンフットボール選手。現在 NFL アトランタ・ファルコンズのコーチを務めている。現役時代のポジションは、クォーターバック。2011年、トレーニングキャンプでのイエーツ・アトランタ郊外の高校で、彼は、クォーターバックとパンターとしてプレーした。2005年には、アトランタ大都市圏の高校生のファーストチームに選ばれた。 ノースカロライナ大学では2007年から2010年まで QB としてプレイし2010年にはオールアトランティックコーストカンファレンスに選ばれている。また、パスの通算獲得ヤード、シーズン獲得ヤード、シーズントータルオフェンスで大学記録を作っている。2011年の NFL ドラフト5巡でヒューストンテキサンズに指名されて入団した。 第10週にマット勝負がシーズン絶望となる怪我を負い、第12週に第2級 B のマットライナートが負傷したため、第2級終盤から交代出場した。ライナートも故障者リスト入りすることとなったため、第13週のアトランタ・ファルコンズ戦に初先発することとなった。ファルコンズ戦では、アンドレ・ジョンソンへの50ヤードのパスを TD に結びつけるなど、 チームは勝利し、第14週のシンシナティベンガルズ戦では、パス44回中26回成功、300ヤード、2td、1int、残り2秒で逆転 td パスを決めて勝利、テキサンズの AFC 南地区初優勝に貢献、NFL 週間最優秀新人に選ばれた。翌週のカロライナパンサーズ戦では、パス30回中19回成功、 212ヤード獲得ながらに INT を喫しチームは敗れた。第16州インディアナポリスコルツにも敗れ、チームはホームアドバンテージ争いから交代した。最終週のテネシータイタンズ戦では、第1級途中左肩を卓球、負傷退場したためジェイク・デロームがリリーフしたが、チームは地区優勝決定後3連敗でシーズンを終えた。 シンシナティベンガルズとのワイルドカードプレイオフでは、アンドレ・ジョンソンへの40ヤードの TD パスを決めるなど、パス159ヤード獲得、1TD、INT なしで勝利した。ボルチモア・レイブンズとのディビジョナルプレイオフでは、パス35回中17回成功、184ヤード、3INT を喫し13から20で敗れた。2012年は、ジョン・ベック、 ケースキーナムと控え QB のザを争い、開幕を、第 2QB で迎えた。2013年、第6週のセントルイスラムズ戦で、クリス・ロングにサックされた際に足を負傷した勝負に、変わって出場したがにインターセプトを喫し、そのうちの1回は、アレック・オグレツリーに98ヤードのリターン TD を、許した。2014年6月18日、アキームデントとのトレードで、 アトランタ・ファルコンズに移籍した。この年1試合に出場し、パス4本中3本成功、64ヤード、1INT の成績にとどまった。2015年3月、ファルコンズと再契約を結んだ。10月27日に、ヒューストン・テキサンズに復帰した。2015年10月27日、ボルチモア・レイブンズに移籍した、ライアン・マレットの代わりに、 ヒューストンテキサンズに復帰した。2016年12月13日、マイアミドルフィンズと契約した。2017年4月10日、バッファロービルズと契約した。その後、11月3日に再び、ヒューストンテキサンズと契約し、このシーズン限りで引退。2019年2月5日、テキサンズのオフェンシブアシスタントとして、コーチに就任する。 シーズン後、アシスタントクォーターバックコーチに配置替えとなる。2021年1月30日にファルコンズに移籍し、パッシングゲームアシスタントコーチに就任した。ありがとうございます。